久保さん。僕はあの、1円の商品を売ったことないですけど、100円の商品のは売ったことありますね。100円の商品売ってみたらどうですかうん。なんかあの、商売の基本じゃないですか。自分で商品売るって。それをやればいいと思うんですよね。お金稼ぎたいんだったら。まあアフリエイトみたいなのもありますけども、まあ僕がおすすめするのは自分で商品作ってコンテンツビジネスなんで、まず100円でもいいんで売ってみたらどうかなっていうところですね。うん。 普通に働いてるとあの会社が商品作ってくれるし会社がブランドをねトヨタで働いてるんだったらトヨタ,がトヨタのに信用、信頼ブランドがありトヨ,タがあのトヨタの工場で車を作ってくれてあのトヨタの車をお客さんのもとに郵送してくれるその陸運というかねそういうのもあったりとか。 自分で商品作って、自分でお客さんに商品届けるっていうことを100%でやるビジネスってあんまりないんですよね。うん。まあ、そのサラリーマンとしてですよ。まあ、その自分で自営してラーメン屋やるとかだったら自分でラーメンのネタを仕入れてね、こう、なんか、作ってお客さんに提供するみたいなのあるかもしれないですけど、サラリーマンで全部0から100、あのー、商品制作、営業、届けるサポート、多分ないですね。 うんなんか一部なんですよ。一部を切り取ってて、一部,一部で駒としてこう動いてるみたいな、経理がいて、営業がいて、工場で生産する人がいて、あの経営する人がいて、支持する人がいてみたいな一部なんですよ。で、一部ではなく全部なんで、自分でビジネスやるってことは、うんそう。だからそれをやらないとちょっと稼げないですよね。だからまあ、100円の商品をまず作って売ってみたらどうですかと。 逆を言うと100円の商品も買ってくれる人がいないんだったら10万円の商品、20万円の商品、30万円の商品、100万円の商品を買ってもらう可能性は非常に難しいのかなと思いますね。いってらっしゃい。